さあ、まあそれは置いといて30代の男性の方、中地克樹ちゃん、おはようございます。おはようございます。パパ嫌いな娘の話私2児の父マスオさんなんです。はいはい、まあ、つまり奥さんのお父さんお母さんと同居してると。そういうことですね。ということですね、はい。仕事が忙しいせいか上の4歳の娘全く懐かないんです。妻が娘にパパは何番目に好きと聞くと5番目って。1番はママ、2番はじいちゃん、3番ばあちゃん、じゃあ4番目は金魚って。これにはさすがの私もめまいが。金魚が上。で、昨日の夜のこと、そんな娘と一緒に寝ようと近づくと娘から離れてよと蹴っ飛ばされ、これはいつものことなんで妻も知らんぷり。しかし昨日の夜に限って妻が娘にそれはパパに言い過ぎやけん謝らんねえと初めて怒りました。うん、妻は離れてよと、私と、娘はキョトーンとして、うん、妻は鼻毛出とうよは言い過ぎよって娘に怒ってたんです。そうです、離れてよと鼻毛出とうよを聞き間違えていて、それが分かった私の娘は大爆笑。家族みんなが和やかな雰囲気、この気に乗じてと思って私が娘に近づくと、離れてよ、いつかは娘から近づいてくるよう愛情をいっぱい注いでいきたい。いつか来るかな。でも4歳でだから ね、もうなんかしっかりとなんかねあるんでしょうね。あるんでしょうね。またお父さんがずっとこうくっつこうとするからみたいなところはあるかもしれないですね。知らん顔してたら向こうからこう寄ってくるっていうところがあるかもしれない。ツンデレかもしれませんね。あのね、もうそのね、彼氏彼女の話に例えるのやめてもらえますか。もう全て帰着点はそこですよね。いい男見つけるためにみたいな。がね、すぐ早朝に行っちゃうんですよね。止められない。ちょっと本当すごい、止めらんない。いやいや、もう今もう本当戦闘モードですよね。本当です、常に常に常に戦闘モード、はい。今度東京に耕しに行こう。地ならしに行こう。耕せるかな、これ。耕せるかな。